にちは。はい。豊さん。はい。中日が。京ちゃんか。そうなんです。そうです。京田選手が、なあ、今、ファンの間でもちょっとツイッターの検索上位に上がっていて。何の上位だよ。トレードあるんじゃないかと言われてしまってます。確かにな。まあ、というのも、はい、まあ、京田選手が落とされました。まあ、バッティングもさることながら、はい、守備もあまり良くなくなってきた。精細を変えてきてるよね。そうなんです。で、彼の中ではやっぱり一生懸命やろうとか、はい、いろいろしてるんだけど、まあ、ちょっと歯車が合わないというね、はい、まあ、そういう現状にあるんだけども、うん、立浪監督は京田をね、ものすごく期待してたんだよ、うん、まあ、今も期待してると思うんだけど、期待の裏腹が、まあ、その降格だとか、まあ、2軍にね落とすような結果にはなってるんだろうけどもさ、人って一生懸命やってても一生懸命見えない選手とか、うーん、気持ちが出てない選手とか、そういうのを立浪監督っていうのは大事にするよね。やっぱ勝負事だし、プロ野球ね、相手と喧嘩するんだというふうなことをもうぶち上げてるから、だからそういう喧嘩という姿勢とか、そういうこう特攻精神だとか、まあ、そういうものがやっぱ感じられないんだよね。感じられないタイプなんだよね。なかなかこう表面に現れないというか、現れないんだよね、うん、だから、まあ、彼も悩んでて、まあ、最初に落ちた時に一軍に上がってきたその第一声が、いや、なんか戦うような姿勢じゃなかったら言ってくれとか、うん、まあ、みんなに言うぐらいだから、だから彼の中ではあるんだろうけども、それが人には伝わらないという、まあ、そういう悩みも抱えてやってるよね、うん、京田はね。これ他チームで京田選手がショートでいたら、こういうことで落としたりってことは、それとも使い続ける？あ、前監督の与田監督だったら落とさないだろうね、うんうん、バリバリの一軍選手だと思うよ、はい、でも立浪の中で、まあ、ショート同じ内野のポジションで、立浪監督はプロ野球をこうの世界で君臨してきた、うん、まあ、それを考えるとやっぱり京田にも期待してると思うんだよ、同じような姿でね、うん、まあ、だけどそのギャップがあるんだろうね。あ、だから立浪監督は落とすけども、与田監督だったら、まあ、その置いとくという、うん、で特にやっぱり京田の守備っていうのはさ、うん、6球団から言えばセ・リーグの中で、まあ、坂本と双璧なんだよね、うん、で坂本より上だったんじゃないかっていう時期もあって、はい、でもその守備すらちょっとできなくなってきているということから考えると、やっぱ落とされても仕方ないなっていうふうには思うんだよ、うん、で立浪監督はその解説者の時から京田をね気にかけてて、でアドバイスを送ったりだとかしてたんだけども、はい、まあ、なんかこううまくいかないよね。そうなんですよね、うん、トレードあるんじゃないか。そうなんですよ、まあ、してもいいと思うよ、うん、ということは、まあ、中日側が、まあ、京田選手を出すというより、他のチームがだったらうち京田選手欲しいよねっていうことに獲得してくるってことでしょうか。あのねショートをねしっかり守れる人ってなかなかいないから。でショートのポジションというのは故障がちの選手が多いから、はい、なかなか難しいよ。巨人今ショート、まあ、坂本選手が不在ですけれども、欲しいななんていうこと。いやいや、その守りだけ考えたら欲しいと思うよ、はい、うん、で京田は足早いしね、はい、だからそういう意味では欲しいと思うけど、まあ可能性あるな。もうバッと言ったけど、なんか思いつきで、ちょっと思いつきで言ってしまったんですけど、まあ、今中山ライト選手がいますけど、うん、じゃあ中山ライト選手とその京田選手ってなると、一方で中山ライト選手は今1軍でやっている、うん、京田選手は2軍に落とされた、うん、って考えると、これ巨人に来たら京田選手、まあ、おそらく使うと思うよ、一軍でってことですね、うん、ただやっぱりこう打てないからね京田が、なかなか、うん、で調子のいい時期もあるんだけども、それが長続きしないという、確固たるこう技術っていうのは持ってないよね、うん、バッティングの中ではね、はい、でも守備は俺は使えると思うし、はい、まあ、足も使えるよね、うん、でバッティングなんていうのは2割5分打ってくれたらいいんじゃないのショートで、あー、ぐらいに考えとけば楽だよ使う方も、はい、あれを3割近くとかなってくると、やっぱり強打も苦しくなってくるだろうし、はい、まあ、そうじゃなくて2割5分でいいよって言ったら楽にできるんじゃないの、うん、だから生かし方っていうのは俺はあると思うんだよね、はい、ただやっぱこう姿勢が気に入らなかったりだとか、うん、やっぱしちゃうんだよねやっぱりね、なかなか。いや京田はね中日の中心選手だというふうに位置づけしてるから立浪監督は、はい、
でお前がそんな態度だったらもう困ると、うん、若手にも示しがつかないと、うん、お前がもっと戦う姿勢を見せてくれと、うん、いうようなことを のメッセージだと思う、はい、だから打つ打たない、うん、これはね打ったって3割だよ多分、うん、2割5分、ね、100本打ったら、ね、3本4本、うん、そのぐらいの差だよ、ね、それは何かでカバーできるじゃんフォアボール取ったりだとかさ、はい、だからそういうことを考えると強打は俺は使えると思うよ。おで今、まあ、岡林選手だったり、まあ、石川選手は今離れてますけど、うん、その若手もやっぱりこうどん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 来てるのでやっぱりじゃあ強打選手今後ってことを考えるとあり得るのかなとか。まあそうだな、うん、まあまあでも強打をね、まあ、プロ野球選手の一員として、まあ、将来的な設計とか、はい、いろんなことを考えるとやっぱこう出してあげた方がいいかもわかんないよね。あと例えば巨人以外でも他のチームで強打選手欲しいなっていう、やっぱロッテも欲しいでしょ。ああ、うん。でもねショートはなかなか出せないよ。今までショートできる人間っていうのは貴重だもん、はい、そうですよね。でやっと日本ハムだって中島拓也から上川畑に変わってきたし、はい、で小深田、うん、楽天はねまあ、トレード相手とするとさ小深田が頑張ってる、まあ、山崎との競り合いで小深田に落ち着きそうだよね、はい、で、まあ、ロッテは藤岡とか、うんまあ、いろいろいるけどもまあここら辺はあっても良さそうな感じもするよね。あーで西武はいらないでしょ。そうですね、まあ、源ちゃんがいるし、はい、紅林がいるし、はい、今宮がいるし、はい、ということを考えると、まあ、ショートっていうのはまあ、そこそこいるけどもいて邪魔にならない人だよね。そうですね、うん、だからセ・リーグの方がやっぱ困ってるところは多いかもかな、まあ、ヤクルトは今長岡選手、ね、あもういらない、ね、いるからいらないにしても巨人やっぱ巨人だろうな。そうですよね今緊急で欲しいと言ったら、うん、まあいるな、はい、いたら坂本のコンバートが、はい現実を帯びるよね、はい、スムーズに。でも打てないからなだからそこら辺が問題なんだよ。で森も DeNA で出始めてるし、はい、まあここら辺はもう触らないと思うよ。で広島も小園がいるし、だからまあそこそこいるようになってきてるんだよね。そうですね阪神も中野、うん、だからいないのはまあいるんだよ、はい、坂本という大スターが、うん、だけどやっぱもうそろそろやっぱこう考えなきゃいけないっていうことを考えると、うんまあ、巨人かなって思う。そうですよね、まあ、立浪監督は強打を仮によ、はい、巨人に出したとしても怖がることはないっていうふうには思ってるだろうね。あ今のままだとってことですよね、うんうんまあ、バッティングとかもそう含めてね、はいうん、やっぱチームが変わると表現する時あるからね。そうですよね。今まで教わってないことを教わるようになったりとかして、うん、こっちでいろんなバッティングコーチがいじってるけども、うんこのバッティングコーチとすごく合ったとか、うん、打てないものがある程度打てるようになる時があるからね、はい、だからそういう意味ではすごくチャンスは転がってるよね。そうですよね、うん、もしかするとその同一リーグ同士で中日とどこかっていうのはあるかもしれない。あるかもわかんないけどさ、うん、強打出したら本当のショートがいなくなるよあそこ、まあ、そうです、ね、でファームにいるかって言ったらいないよ、うん、そんなに選手はいない。まあ、外野が余ってるよね外野は、はい、巨人はね、うん、やっぱ中日が強い時っていうのは外野の守備だとか、はい、あそういうものがすごく強かったから、うん、うまかったから、はい、外野手で、うん、できる、まあ、松原とかさ、うん、もう出番がやっぱこうここまでない、はい、となるといいですね、うん出してもいいよね、はい、梶谷も故障でいるけども、はいまあ、治ったら戦力として見るだろうしね、うん、だからそういう意味ではそういうことを考えてもいいかなと思って、ね、あと豊さんその強打選手以外にもちょっとトレードに引っかかりそうな、はい、いや引っかかるっていうかもう出してやってよっていうふうに、はい、これはもうお願いかもしれないけどお願いやっぱねキャラクター的に俺田村っていうキャッチャー好きなんだよロッテ の、はい、であれがもう全部もう今年1軍1回もないでしょ、うん、であの姿が見れないっていうのは、はい、やっぱプロ野球ファンとしてはすごく寂しいし、うんうんはい、どっか出してあげてよっていうような活躍の場をね活躍の場を、うんうん、どこが巨人はキャッチャーまあ1点もいいと思うよ。そうですよね、うん、じゃあ小林よりは打てるしね、はい、阪神もいてもいいよね。
もう悪くはないと思う、はい、うん、梅ちゃん坂本でやってるけどね、もう一人ちゃんとしたのがいればいいし、まあ DeNA も、うんうん、まあいてもいいと思う。だからいてもいいっていうことですよね。いや、やっぱキャッチャーはそうだよ。で、まあ中日もいてもいい。木下以外がちょっとあんまりパッとしないよね。広島はいらない、はい、もういらない、はい、もうあまり上げてるもん確かにキャッチャーは余ってますもんね。あまり上げてる、うん、だからキャッチャーを同一球団同一リーグに出すっていうことは考えにくいんだよね、うん、はい、だから、まあ、ヤクルトもいらない、はい、広島もいらない、そしたら、まあ、阪神、中日、うん、DeNA、巨人、この4つの中で、はい、まあ、可能性はなくはないけど、うん、出してあげてほしいな、まあ、活躍したいでしょうしね、本人も一番。いや、それはもちろんそうだよ、うん、もう出る幕がないとなる。いや、だって佐藤俊哉がもうすごく急成長してるしさ、はい、キャッチャーとしてね、うん、でバッティングもそこはいいし、うん、松川君、これも育てていかなきゃいけないってなるとさ、うん、もう出番がないわけよ。ですよね、うん、そうなってくるとやっぱ田村ってこのまま終わらすにはさ、うん、すごくもったいないよ。ですね、うん、あのキャラクターもうめちゃくちゃ面白いやつだからな、あいつ明るいし、キャッチャーで面白いっていうのもちょっと問題点が多いんだけどだからキャッチャーって寡黙なイメージがあるじゃない、はい、だからそういうふうな雰囲気でやってるけど、はい、裏はめちゃくちゃ面白いやつだね、実はっていう、うん、だからチャンスを与えてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、まあ、強打選手、それが気になるな、あ、今のところは。まあ、でも、まあ、まだ期限残ってるので、うん、もしかするとやっぱりそこら辺あるかもしれないです。このままね、今年一軍に上がれなくてずっとくすぶってるんであればっていう、まあ、もちろんそうですね、うん、ところでしょうし、あと伊能な伊能は取らねえか他取らないですよね。まあいいか、伊能の話は伊能選手、まあ、でも環境変えたらね、いや、ないないない、ない、うん、もうドームは更新が途絶えるからね、屋根があるから。いや、でも今ソフトバンクが緊急事態じゃないですか、故障者だったりとか。いや、あの緊張感の中ではできないよ。伊能投手ですか、うん、ダメですか。また台車乗ってお前福岡まで走りそうだからもうやめとき。そうですね、うん、あの4球はないわな原監督も変えるよ。まあ、まあ、伊能はこれカットしとくね、うん、まあまあそういうことで、まあ、そうですね、トレード期限もないんですけど、まあね、はい、うん、まあ、強打が本当にあるかもわからないし、はい、まあ、田村は逆に出し上げてほしいなと思うよね。そうですね、はい、はい、